よいしょ、よいしょ、ちょっと待って、お取り込み中ですか。はい、こんばんは。こんばんは。はい、じゃあ今日は2人ですね。はい、2人でやっちゃいましょう。大丈夫かと思ってるかもしれないですけど、今日は大丈夫です。さあ、じゃあ行きましょう。じゃあもうあれ行きましょうよ。何しましょう。銀だこだじゃないです。ドナイヤっすね。いや、ドナイヤっすね。ドナイヤ。じゃあルイさんの本カノの発表まで3、3、2、2、1。ニューゼネのマジェスティのニューゼネビーキこの番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。始まってる、はい、始まってよいしょ。こんばんは。今日はともこが出ます。今日は何の今日は、もう酔っ払いの会。はい、そうっす。酔っ払いの会。ちなみに見てください、ハッピーターン来てます。250%。そして男目差は来てます。そして今日は皆様のコメントがなければこの子バブスバーウェイ。いやけど今月といえばやっぱでもルイさんも出ましょう。お願いします。バレンタインデー、まあ、ルイさんも出ましょう。ちょっと僕回せません。バレンタインデーしましょう。じゃあ席をさあ、まあこれでいきましょう。ちょっと変えてください。真ん中リオナの、はい、今日はルイさんも出ます。はい、始まりました。お願いします。はい、やってまいりました。はい、こんばんは。皆さんのね、コメントを拾っていきたいとね、はい、そうですね、はい、思います。はい、行きましょう。はいはい、ではじゃあ僕お酒作ってるんで、はいはい、今日はですね、はい、びっくりするぐらいなんか、はい、思ったんですけど、タマドラ、タマドラが、タマドラが外しますね。そう、ハヤトのはい、バースデーが近づいております。そうなんです。2月22日。そうですね、にゃんにゃんにゃんの日に、にゃんにゃんにゃんの日。はい、それハゲてないっすよ。ハゲてません。ほら、はい、今日は、ちょっとハヤトークということで。そうね、ハヤトあるある、ハヤトあるあるからいっちゃう、はい、皆さんが。その前にバレンタインデーだと思うんですけどね。なんだろう。いやー、もらってない。バレンタインデー、うん、バレンタインって皆様どういうことだと思いますか。バレンタインっていうのはやっぱりこう愛を形にした、嬉しいよね。嬉しいですね。あの普通にギリだって分かってても何でも嬉しい。嬉しい。なんか隼人が電話待ってると。本当に。ちょっと一回隼人に許可取りますわ。ちょっと LINE して。はい、LINE しますね。はい、バレンタインでなんかルイさんあります。逆に視聴者がこう、はい、なんていうのかな、私こんな渡し方したよみたいなの聞きたいな。あー、聞きたいですね。僕のじゃあ悲しいヒストリーからいっていいですか。どうぞ。小学校の頃、僕、はい、バレンタインの日にチョコレートもらえると思ってたんですけど、あの青木くんと福田くんって3人で遊んでたんですよ。青木くんと福田くんと遊んでたらピンポーンってなったんですよ。うんうん。で、そしたらピンポーンってなったら、あ、女の子2人いまして、はい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 、で、俺の家ですから、はいはいはい、俺の家ですから、はいはいはい、パー出て、あ、どうしたのみたいな感じで言ったら、うん、青木くんと福田くんに渡してくださいってチョコレート渡されたんですよ。マジ泣きそうだった。あれも、あ、時代が自分じゃなくて、あれでしょ、俺にはじゃなくてメールとかできる時代でしょ。いや、メールとかできないですね。もう小学校、あ、本当に4年とか。いや、もういるのがもうバレてたんだね。バレてましたね、本当に。男部屋さあ、やりましょう、やりましょう。はい、ストーカーじゃん。そうね、本当。でももらってないわ俺結局。マジか。なんかこの男の子見てるかな、テレビ見てる人。はい、はい、ホストってなんかこうモテてなきゃダメなんじゃないかみたいなことあると思うんですけど、うん、そんなことないんですよ僕。そうですね、俺この世界入るまですっごい人見知り。あれ、俺これちょ、この話だけしていいかな。これ全国ネットでこれちょネタがないから、今日2000人にうん、見せちゃうわ。じゃあうちの今日ルイさん、ルイさんって
多分皆さん普通にマジェスティの店長、うん、カリスマナイキンって思ってるかもしれないですけど、もともとはマゼンタでしたっけ。マゼンタというお店、ドラマって店、ドラマっていうお店で、ずっとナンバーワンを、ずっとでもないんだよ、これちょっと見せたいな。ほら、かわいい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 、これうちの姪っ子、かわいい。この間、じゃあ俺、その話に戻るんだけど、はい、実家帰ったのよ。なるほど。で、実家帰って、はい、妹来てるよっていうことで、はい、あ、じゃあ姪っ子に会えるなと思って、はいはいはい、行ったんだけど、3歳なのね。3歳で、ただいまって帰った時に、なんか一瞬会話止まるみたいな。第一次反抗期ですから。うん、で、あ、ただいまみたいになって、でもその子供との会話一切なしみたいな。その人見知り、人見知りの、はい、モテなかった俺が、やっぱこうホスト始めて、やっとね、この源氏名ついてる時だけ、うん、俺やっと人と喋れるようになったのに、プライベートの俺何にも進歩ないから。やばい。3歳児と会話できなかったから。ルイさんの隠し子って来てる。いやー、ほんとね。マジっすか。欲しい。ぶっちゃけ、ぶっちゃけルイさんってモテてたんですか、子供の頃。子供の、じゃあ一番のモテ期ってあります。ちょ、一番のモテ期について話しましょう。あー、でもインカムつけた瞬間かな。あー、インカムマジックみたいな、うん、インカムマジック。だから、ナイキンってあれ、はい、ちょっと構想があって、はい、その若干ね、うん、そのうちのマネージャー J っていう、そのインパクト強いやつと、その俺とかいて、はい、J さん好きみたいなの聞くと、はい、なんかそこは、ちょっと時間交渉行きたくない。あの人がいるみたいな。そうそう、インカムありますね、プレイヤーでも、うん、そこ行ってよ、J、それあの人が場内とか言われると、もうってなりますよね。なんで俺じゃないのみたいな。しかもなんかこう、シラフじゃない、シラフだから、はい、常にね、はい、だからなんかこう、なんか言われても答えられない、うん、そうですね、恥ずかしい、普通に、うん、僕なんですけど、うん、人生にモテ期って3回来るって言うじゃないですか、うん、まあ1回目、2回目、3回目来たの、もう3回も進んでるんですよ、僕。マジで3回目の、確かに、はい、明るくする前来てたもん。明るくする前来てました。ほんと今マジモテない、うん、びっくりするぐらいモテないんですけど、うん、聞いてください。はい、どうした。僕の人生ずっとモテ期、うん、ちょ、今一人来ましたね。誰来ました。いやー、助けに来た、助けに来ましたね、はい、紹介しましょう。よいしょ。先月バースデーを迎えて、ください、はい、ナンバー2になりました、この男、トーマくんです。トーマくん来ました。トーマです。こんばんは。あ、いやー、こんばんは。いやいや、落ち着く、落ち着く、すごく落ち着く。あ、つけるか。ドラッポ弱い。いえ、今頑張ります。頑張ります。よいしょ。弱いって言ってる。弱い。強い。今から強くなりますよ、本当に。いや、ゲームの話でもよ、ゲームの話、うん、はい、でもなんか、はい、可愛かったよね。でもなんか、うん、トーマに俺はちょっとふざけて、うん、なんか、よ、現時点ナンバーワンみたいな、うん、絡みした時の、うん、この顔が可愛かった。僕、ちょっと純粋に思ったことを今、ちょっと真面目に答えていいですか、うん、僕、トーマさんバスやったじゃないですか、うん、本当に、マジこの人ってどんだけ愛されてんだろうって思いましたね。おぉ、ありがとう。あー、そうね、やっぱり、こう、上辺だけの付き合いじゃなくて、うん、本当に向き合ってたんだなっていう、うん、まあ、歴史があったからね、黒歴史時代、ね、いやありましたね、うん、マジ、3回目のバス。トーマさんはホスト4年目ですよね、これから。まあ、これから4年目って、ね、4年目なんですけど、3年間バースで打って1年、2年ってまあこうね、威嚇策ね、こうやってこうちょっと、まあ自分の中では納得できないバースでがあって、で、今回のバースで 2Ds 大成功だったじゃないですか。イエイ。いや、本当にこの NG コメントって気になるよ、ね、何ですかね、はい、うん、本当にトーマさんの 2days はめちゃくちゃマジェスティ盛り上がって 2days でしたね。本当にトーマさんって愛されてるなって思ったんですよね、うん、そう、そう、いや、ありがとうございます。だからトーマさん従業員ストロベリー、ほら、だからもうこれ知ってくれてるんだから、あ、ストロベリー、いやー、1月後にした従業員、そう、NG コメントですね。 NG 気になりますね。ちょいちょい、ちょいちょい来るこの NG コメント気になりますね、うん、そうそうそう。いや、まあ、ちょっと一回ちょっともうバトンタッチの側じゃないですか。お、やっぱこう、特徴あるけどね、ハヤト君がバースデーを打つということで、やっぱこうバースデーの感想と、やっぱこれから迎えアドバイス、そうですね、うん、欲しい、だってリュウジもバースデーやりたいっすよ。おっ、おっ、で、リオナもバースデーやりたいし、やりたいですね、うん、やりたいです、や
どれだけ愛されてるか知りたい。いやもうかっこいいな、リュウジ。なんかかっこくない、ね、これ映ってるとやっぱ元気だなって思うなんか俺だけ顔白いなんかみんなかっこいいな。リュウジかっこよすぎってコメント来てる。ちょめっちゃ羨ましいやん。ミニ四駆ね、僕お金なくて買えなかったんですけど、昔お母さんのお財布から取って買って、うん、超なんかだから今親孝行しようと思う。あ、ベイブレード世代。ベイブレード世代。ああ、ボーシュってやつね。そっちね。ここはちょっと多分話が合うかもしれないです、ね。合う。僕もっすよ。もうこの話題大好き。問わずないです、ね。あれでしょ。あれでしょ。練り消し。ね、あーあったあった。いい匂いのする。練り消しわかんない。いい匂いのする練り消し。練り消しわかんない。ミニ四駆。ミニ四駆。ポケモンとかベイブレードとか、うん、ハイパーヨーヨーとか。あーあったわ、あったあった、うん、だって俺らの時代は一輪車流行ったよ。すごいな一輪車流行った。いや一輪車流行った。僕はたまごちとかデジモンですもんね。いや一輪車流行ってたよ。竹馬とか流行ってたよ。ああ安い馬。いや竹馬やった。あったから本当に本当に田舎とかじゃなくて本当に竹馬。まあ僕も田舎なんですけどね。ちょっとじゃ あ確かに社長の母の名前知ってる方いらっしゃる。はい。すごい。もうヘビーユー。いや本当にね。ストロベリーごっこしたい。なんか。あしよう。エロい。しようストロベリーごっこ。ストロベリーごっこのルールがわからないですね。でもさ。ストロベリーごっこ。チューってさ最初するとき、ファーストキスの話。いちごの味するって言われなかった。言うね。なんか甘酸っぱいとか言いますよね。ファーストキスいつですか。じゃあリュウジから。行こう。じゃあリュウジから。リュウジからね。ファーストキスってこれ美味しい。何物心ついた時ですか。物心ついて、じゃあ一番最後の記憶。そうそうそう、最初の記憶、うん、一番最初中2とかじゃないですか。中2。僕も中2。ファースト中は、うん、トーマさんは高3です。高3。遅咲きのね。リュウさんは。俺中2の公園だね。公園なんかシチュエーションがあの当時シチュエーション行くとこなくなかった。確かにデートっつっても僕サティでした。とりあえずね行くみたいな。ストロベリーすげえな。ストロベリーいやーありがとうございます。で俺のターンちょそのターンのそのドローカードをちょっとデーモンの召喚を召喚。デーモンの召喚を召喚って超いい超いい遊戯王ね。イケニーに何かをイケニーにブルーアイズブルーアイズその公園の話ちょっと聞きたいですね。公園ってでも僕もだプレイヤーじゃないからあれですけど結構何でもやった。あ公園って飲み会もやったし、なんか外でいろいろやったし、うん、やったよ。なんかね、やっぱ公園ってね、いいね。うん、いい夜の公園がいい。夜の公園。自宅はダメなんですか？自宅は。いやなんか皆さん、ユーザーなんか今リスナーの方に聞きたいんですけど、そのいよいよ。私は青缶したことあるって方いれますか？はい、挙手ください。入って、入って。対面財みたいな、ね、青缶対面財みたいなやつ、ね、青缶いやバッグとかでも、もうちなみに場所まで場所までコメント欲しいですね。場所まで俺東本郷公園だったから公園公園来ましたね。公園でやった夜の健康ランド健康ランドいい健康ランドだよ。健康ランドあるはどっちなのかな。健康ランドであるのかな。ラクーアラクーアルイとしたルイとした、いましたね過去の動画が。もうだから名前出してる。花園神社おお花園神社すごい。手挙げて公園で入れる前までやった、うん、やれや最後まで花園神社第6棟の階段すごい。ゴムなかってちょいちょい出てくるトモコって誰だ。トモコ気になるトモコ謎のトモコね。なんかいるんでしょうね。トモコを説明してほしいですね。トモコさんですか。トモコさんそれは竹虎でやったのいるよ。竹虎ですごいやばいマジそれはいいやつのマジ個室のね竹虎ねマジでマジってすごいよマジ絶対嘘でしょマジスワンボート落ちるでしょ。ジェスティのキャッシャー誰だ。ボーちゃんとね。ボーちゃんとね。ジェスティのキャッシャーって。ジェスティのキャッシャーでやったボーちゃんって。でもさ、ボートとか乗ってみたくない？乗ってみたいっすね。ちょっと真ん中に行って。じゃあちょっと理想の一番興奮するスポットを考えながら CM 行きますか。お、うん、あ、最高の青缶スポット。最高いいね。最高の青缶スポット。じゃあ青を着てる。
トーマさんから CM をお願いします。いやまずやっぱ CM ね、やっぱ学校学校ということで言ってから CM 行け、言ってから。そうですね。ああ、了解です。わかりました。いや正直学校のプールでしたいという理想があります。I am Yusei, who newcomer just entered AJ. Is there already number one seller? Sorry, he could not be the one any longer cause I'll be the one. Hey gentlemen, would you like to know how to raise the sales? ようこそ僕のシンデレラ。ということで、うん、青缶スポットありましたけど、でもやっぱ考えてなかったけど俺一個だけあるわ。お願いします。大桟橋何ですかそれっていう横浜の浜っ子ですからね、うん、横浜の、あの海が見えるなんかその公園なんだけど、うん、ちょっとブルーでライトアップされてるんだよ。おー、おしゃれで、カップルと夜はカップルだらけなんだけど、はい、最高よ。でそこでなんかみんなが景色見てる中でちょっとできたら燃えるかもしれないね。すごくちょっといいね、海っていいね。はやとに生電話します。お、お願いします。生電話、うん、生電話大使。今月バースデーはやとくん、はやとくん、はげらはげら、よいしょ。はやとくん、はやとくん、じゃあつながるまではやとあるあるをちょっと言いたいだけ言おう。で、多分きっとハヤト見てると思うから、はい、ね、なんていうのかな、もう嫌だって思ったらすぐ出てもらおうよ。 そうですね、それ以上言わないでみたいな。一個一個言っていい？ハヤトあるある、はい、あ、お願いします。あの、ふてったら長い。長い今日とかもう今日のふてり方やばかったっすね。何でしたっけ、何故に、なんか僕ら修例っていうのがあるんですよね、うんうん、で修例で隼人ちょっと酔っ払って寝てたんですかね。ほぼ寝てたね。でやっぱこう、こうちょっと、まあ、立場上店長から怒るみたいな感じで、ね、ちょっと言ったらもうえぐいぐらいふてりましたね。ふてった、うん、もうだから慣れてるけどね、うん、分かるから。俺も俺だったら俺もふてんだろうなってもういいよっつって、まあ、帰るわっつって。そうですね、トーマも振ってるからね、すごい。トーマさんも振ってますね。てか俺本当に振ってますね。俺何が、じゃあ先月の結果を見てすごい嬉しかったのが、トーマさんがナンバー2になってすごい嬉しかったのが、本当にミーティングの距離が離れてよかったなって思って。おー、多分ルイさん知らないと思うんですけど。おー、それはなんで。僕が、トーマさんがナンバー7時で僕8だった時があるんですけど、まあ大体隣になるの。大体隣になるんですけど、大体隣になる。本当にこの人誰にも聞こえない音でゲップしてくるんですよ俺に。あー、でそれをドヤ顔で向けてきて、で俺を笑わせるみたいな、修例中に俺を怒らせようみたいな。 それだけは俺でもトーマに言ったんだよ。それ実際言われたんだよね、ミーティング中に。お前本当に出世する気あんの？バレてたから。正直バレて、グイ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 。今日は男梅サワーです。イエイ。でも今日あのドンペリをビンダさせていただいて。お、そうですね、ドンベリビンダビンダ、まさかのビンダしてましたね。やっぱトーマさんがあれありなんだって言ってましたよ。あれありなんだ。いやなんかいいなと思って。すごい。いやっぱ珍しいから。飲みたいんだけどね、立場上どうしても飲めないみたいなさあるから。はいはいはい。うん、俺本当にね飲めるから、この間健康診断の結果がすごく良くて、はい、まだまだいけるわ。ちょっと視聴者参加型いきます？いきましょう。じゃあ今一番聞きたい質問を受け付けますコーナー。さあ、いや今だからね、何でもね、丸投げのコーナーやってもらいました。何でも来い、何でも来い。
エース切れました。エース切れました。お、エース切れました。リュウジの彼女にはどうすればなりますか。答えてください。ああいいな。答えてください。これ何なの。これリュウジ君にしか答えられない。リュウジ君にしか答えられない質問ですね。何だろう。リュウジの、リュウジの彼女に、リュウジの理想の彼女って誰の、どういう。僕はそうですね。枝豆が食べれればそれで。リュウジ君は枝豆が食べれる女子。それで。リュウジ君指名のお客様、リュウジ君が枝豆を頼んでも断らないでください。そういうこと。でもわさび枝豆、わさび枝豆うまいっすね。わさび枝豆本当にうちのフードで一番うまいの多分わさび枝豆ですね。わさび枝豆、彼女何人いますか。お、いや、いないっすよ、それは。いないっすよ。彼女何人いますか。いないいない、うん。ルイさんとトモコについて、だからそうだね、俺はまあ結婚しようと思えばいつでも行けるけど、うん、でも一回婚活パーティー行ってからだね。うん、うん、行ってくるから視聴者のみんな。ルイさんが、はい、これ言っていいのか分かんないですけど、トーマさんのバースデーの時にお客さんがちょっとテンション上がって、うん、おっぱいバーンってしたじゃないですか。その時にルイさんのコメントが久しぶりにおっぱい見たって言ってました。うん、画面上じゃなくてね。うん、画面上じゃなくて生でおっぱい見たのを久しぶりって言ってましたよね。おお、そうですね。まあ言っとこうかなと。ああ、うん、やってないキャラで。あ、ハヤト電話待ってんじゃない？すいません、電話のコードを。電話、生電話していいですか。いや、今日は参加できなくてごめんなさい。彼女何人までつける？僕4人。あ、ダメだったんだ。はい、後藤さんについて、いやー、リオナはゲイじゃありません。後藤さんは結構けど本当に女の子がモールス信号送ってたんですけどね、残念だったっすよ、本当に、うん、まあでも何フェジ、うん、ちっちゃなすいません、ちっちゃなピースをさ、歌舞伎町で俺らが作ってこうよ。あれですよね、間違えてました、うん、歌舞伎町を明るくするのは僕らでしょ。いや、そうなんですよ、ニュージェネレーショングループ、キングだけでいい、キングマジっすか。いやー、いや、キング、なんか仲いいよ、キングとニュージェネの基礎がキングっていうのをちょっと変えたいんですよね。いやそうね、この番組から変えてこ、はい、うん、ニュージェネのニュージェネって言ったらキングみたいなのを変えたいんですよ。だからニュージェネって言ったらリオナみたいにしたいんでしょ。そう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 、うん、そうです、言っちゃえばね、ね、はい、一番有名人ニュージェネレーションって言ったらリオナ君いるよねみたいに言われたい、ね、地上波に出たいですね、僕は。あ、逆にニュージェネイコールリュウジ、おかしいよ、おかしいわ。キングは後藤さんを笑いネタにしてたからあれたんじゃん。誰やねん後藤さん、後藤さん、謎の後藤さん。だキング、やばい、やめましょう後藤さん。うん、それはちょっと、うん、我々、うん、てかマジステイってすごくいいのが、はい、みんな真面目だよね。そうっすね、うん、正統派ですよね。うん、すいません、飲みます。はい、グイグイ。でもちょいちょい振ってくるあの人、俺結構嫌いじゃない。ルイさんグイグイちょいちょい来るから僕らの共通意識してあの人だなっていうのがありますね。ありがとうございます。リオナスキー、リオナスキーありがとうございます。いや、いいなスワロフスキー。そうなんですよ。でもなんか、はい、いつか本当にあれだね、俺がそういう日になったらここに連れてくるよ、嫁を。ドドスコズコスコ、ドドスコズコ。ルイさんの回ですね、今日はね。ルイさん、いや、たまに出るからね、こういう風に言っていただけるんで、ね、ありがとうございます。次はね、ちょっと、はい、ハゲてるもんね、だからリスナーが、わかる、ここ異様な原因、なんでだろう、これか、これか、うん、なんでなんだろう。危ない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 。トーマイコール平たい、トーマイコール平たい、もうね、検証しよう、うん、行きますか、行こう、みんなでおでこ出そう。じゃあ、いやでも結構じゃん、じゃあ、じゃあ誰か聞こう、誰が一番結構広い、ね、誰が一番で、ここ金髪ね、これ金髪、ここ、あ、金髪、うん、僕は僕大丈夫、やばいやばいやばい、やばいやばい、ハヤトみたいな、俺意外にルイさん意外とハゲじゃない、ありがとうございます。意外に俺結構おでこ広い、うん、リオナが結構ハゲてません。俺やばいっすか、うん、NG コメント出たね、ここで、うん、そうそう、NG コメント俺出したら NG コメント来た。NG コまあでも時間が、そうだね、でもちょっともっと尺欲しいね。そうっすね、うん、まったりだから俺ら、スペシャルやりたいですよね、スペシャル、ああいいね。だからもう変な話、ニュージェネ B 期の枠全部使って、ああそうね、欲しいね、出たいっすね、うん、その枠欲しいね、その枠あげた方がかっこいい、
本当ですか。じゃあ髪の毛が、いやでもリオだってさ、はい、いいよ、なんか顔もかっこいいじゃん。かっこいいですね。本当ですか。ああ、もう最近僕のあとなんかニュこの辺に出るようになったらリュウジかっこいいよね。そうそう、僕リュウジ面白いしかっこいいし、そう、ミネのナンバーワンやな、完璧。でもほら顔しろ病気。いや、なんですか、今日トーマに、ね、あの言ったのよ、今日トーマに。あ、今日、うん、トーマってリスナーの皆さん月にいいですよ1回しか送りもらえないんですよ。あ、いっちゃおう。ざわつきますからね、トーマさんが送りもらう、うん、でうち大体月間で言うと、まあ、300人400人のお客様がいらっしゃる中の1人の女性を射止めるっていう力も300分の1。ただその代わりめちゃくちゃ大事にするっていう、めちゃくちゃ大事です。その1回をこの間出してしまって、トーマが1回出ましたね、もう出して、もう今月出ましたね。今月うちの男本のシステムが変わったじゃないですか、うんうん、前までナンバー順だったんですけど、うんうん、そのまあいろいろ変わりまして、じゃあ順番変わったんですよ。でトーマさんが指名あの初回ついてる時に僕一緒に使わせてもらって、うん、結構バー盛り上がったんですよ、うん、でその時に女の子が言ってたのが、お前ナンバー入ってないだろって言われたんですよ。でトーマさんが、いや俺ナンバー、いや2なんですよね、うん、ナンバー2やからナンバー2やねんって言って、はい、男本パーって見せたけど順番違うから全然回の方だったんですよ。なんか男本後ろから数えて2なんだけど、後ろからいろいろね。そうなんですよ、ほらトーマ示してきたからね。おーい、これ待ってた、これあのね、ビキ1や、これビキ1びっくりするぐらいトーマさんって本当大事にしますから。本当にリオの中方で、うん、俺トーマさんは俺じゃあ俺が一つマジェスティに行けるお客さんだとしたら、うん、僕は誰を指名するかって言ったらトーマさん指名します。送りつくね、嬉しい。僕はトーマさんか雫さん指名します。ライバルいねえから、それライバルが大事、大事、大事、みんな大事。私リオナついてくれる、ありがとうございます。リュウジ指名あさって行きます。それはない。いや待ってますよ、もう待ってます。あさっては、ルイさんだったら誰しもしたいですか。あさっては先ほど時間ないから、あの今月水曜日と金曜日は担当がちょっとご飯作るデーになってるんで、ちなみにみんな作ります。作るのがこの男です、僕です、イエイ、うん、僕が作ります。リオナ料理長チャームを僕が作ります。僕とハル君ね、そうなので、14日ですね、うん、あとバレンタインデーがありまして、モテ男を決めるということなんで、そうですね、ぶっちゃけ、はい、形にして送ってください。手作りじゃなくてもいいです、ゴディバでいいです。では皆さん、バイバイ、この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。楽しくする目的で作られております。ホストクラブのお店探しならナイツ中、総勢約1000人以上のホストたちとリアルタイムにネットで体感できる。もちろん全て無料でございます。見逃した放送は全てこちら、パソコンはこちらをクリック、そしてスマートフォンは下の概要のリンクからチャンネル登録を今すぐ GO! チャンネル登録